はい、どうも凡人でございます。ということで、今日の動画はですね、FC岐阜対バンナーレ八戸の試合展望というところでやっていこうというふうに思います。岐阜は週中にありました天皇杯ガンバ大塚戦で、延長戦までもつれるも惜しくも敗退というところになってしまいましたけれども、90分という括りだけで見たらね、まだ横山体制になってからは一度も負けていないというようないい流れがねできていますので、この流れを今後にもね生かしていってほしいところではあります。対する八戸はですね、リーグ戦では直近5試合中4試合負けているというところで、監督の休養というところも発表をされまして、ヘッドコーチの方が新たに監督として指揮をするというところも発表されております。個人的なんですけど、こういなんか八戸さんには悪いですけど、こういう時のやっぱチームっていうのが一番怖いんですよね。こうチームがなんていうんですかね、改めてこうリセットが入るというか、そういった切り替えのタイミングっていうのは本当にチーム本来のね強さっていうものが発揮される時だと思いますんで、 FC 岐阜はまあ横山監督のことですから、本当に気が緩むなんてことは一切ないとは思いますけれども、改めて勝って兜の尾を締めるというようなことでやっていってもらいたいなというふうに思います。では早速いくつかグラフを見ながら喋っていこうというふうに思うんですけれども、まずこちらが岐阜の得失点パターンというところで、特に失点が多いところ多いところというようなところがグラフされております。岐阜はやっぱりクロスショートパスからっていうところで、やっぱり自陣に入り込まれた際の失点っていうのがまだまだ多いというようなところが、まあ今の課題ですよね。最近は3バックというところでやってますけれども、やっぱりウィングバックの裏っていうところを頻繁に狙われている感はありますし、逆にそのウィングバックの裏を埋めようとして出てきたボランチだったりセンターバックの左とか右とかね、サイドの選手が出てきた穴をうまく利用して逆を突くようなプレーっていうのも見受けられています。なので、まあ、まず岐阜はそういったところですね、守備のところを徹底的に落とし込むっていうところからこの試合は入っていってほしいなというふうに思います。対する八戸なんですけれども、まあ、こちらもねチーム状況が上空なのであれなんですけれども、やっぱりセットプレー、クロスからの、ね、失点が特に多いっていうのが今の八戸の傾向になっています。まあ、なので FC 岐阜はそこをねうまくついていく、特にクロスからというところはねサイドには優秀なアタッカー陣が揃っていますから、まあ、そういったところをね利用しながら攻め上げていくと、まあ、非常に面白い展開になっていくのではないかなというふうに思います。次に得点パターンですね、こちらに関しましては岐阜に関しては基本的に、まあ、どんな形からでもねまんべんなく点が取れているというような印象ですけれども、まあ、特にショートパスロングパス、まあ、とにかく誰かからのパスを起点にワイドから攻め上げるのか、そのまま真ん中から突っ切るのかというところで、最近ね調子を本当に上げてきます藤岡であったり、そういった選手を中心にですね、得点っていう部分に関しては今の岐阜にはそこまで心配はいらないのではないかなというふうに思います。その負けてしまいましたけどガンバ大阪戦でも2点しっかり取りましたから、そういったところを考えると、まあ、まだまだ FC 岐阜に関してはその得点に関しては全然心配してなくて、あくまでも守備っていうところに、徹底的にね、まあ、フォーカスしていただきたいなというところがあります。対する八戸は、まあ、こちらもやっぱりセットプレーからが一番多いですね。なかなかチームの状況もありますけれども、まあ、セットプレークロスというところで結構岐阜にね似たところがありますね。なので、まあ、逆に岐阜はそのワイドから、さっきも言ってる通りワイドからの攻撃っていうところをとにかく潰していくというようなところが一番重要になってくるのではないかなというふうに思いますし、逆にそこをね丁寧にやっていくことが勝利への最短ルートっていうところではないかなというふうに思います。そして最後ですね、このペナルティエリア内への侵入傾向というところで、コートを5つのレーンに分けた際のグラフというところで、やはり右サイドからの侵入が特に目立っているかなというふうに思います。まあ、青で、ね、ドリブルの侵入回数っていうところと、まあ、赤がパスですけれども、そういったところが、まあ、特に多いと、逆にクロスを上げるときは左サイドからの方が多いというところで、まあ、どちらにせよ中央から攻める確率っていうのはほぼほぼなく、サイドアタッカーに依存するような戦い方をこの試合もねしてくるのではないかなというふうに
思います、個人的にもそうですね、やっぱり後ろ5枚で守っていても、まあ、おそらく岐阜は 5-4 のブロックをね作りながら守っていくとは思うんですけれども、まあでもやっぱりその改めて1対1の部分、そういったところでの強さっていうものをしっかりと出していくというところが、失点ゼロにしていく一番の近道ではないかなというふうに思いますので、そういったところを、まあ、徹底的に落とし込んでいってほしいなというふうに思います。いずれにせよ上位進出するにはもう勝つしかないのでね、そういったところを徹底的にやっていってほしいなというふうに思います。ということで、今日の動画はですね、 FC 岐阜対バンナーレ八戸の試合展望というところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。